ビートルズ・ビートルズの作品オブラディ、オブラダ・ビートルズ・ビートルズの曲名一覧、オブラディ、オブラダ、オブラディ、オブラダは、ビートルズの楽曲である。1968年に発売された9作目の、イギリス版オリジナルアルバム、ザ・ビートルズに収録された。レノン・マッカートニー名義となっているが、ポール・マッカートニーによって書かれた楽曲。ビートルズ活動期のイギリスやアメリカでは、 シングルカットされなかったが、オーストラリア、日本、ニュージーランド、スイス、西ドイツなどの国では、シングルカットされ、各国のシングルチャートで第1位を獲得した。解散から6年後に、アメリカでもシングルカットされ、ビルボードホット100で最高位49位を獲得した。マッカートニーは、イギリスのクラブでキいたスカのレコードに触発されて、本作を書いており、 タイトルにも使用されたフレーズは、ナイジェリアのコンガ奏者、ジミー・スコットが口にしていた言葉を流用したもの。スコットは、レコーディングにも参加して、コンガを演奏したが、リリース版には含まれておらず、スコットが参加した初期のバージョンは1996年に発売された、ザ・ビートルズ・アンソロジーさんに収録された。楽曲の発表後、多数のアーティストによってカバーされ、 このうちスコットランドのグループマーマレードによるカバーバージョンが1969年に全英シングルチャートで第1位を獲得した。マッカートニーは1968年2月4日に他のバンドメンバーと共にインドのリシケーショを訪れていた時期にオブラディ・オブラダを書き同地で行われた合唱会で演奏した。当時についてマッカートニーは 巡回映画がやってきたから、僕らはみんな瞑想のキャンプから行列を作ってジャングルの一本堂を歩いた。僕のギターでオブラディオブラダを歌ったんだけど、とても楽しかったと振り返っている。音楽評論家のヤン・マクドナルドは、マッカートニーのジャマイカのスカの作風にかなり近似した素晴らしい楽曲と評している。歌詞は市場に勤めるデズモンド・ジョーンズが、 バンドで歌手をしているモリーと恋をして結婚する物語を歌ったもので、後に発表されたマックスウェルズ・シルバー・ハンマーに似た形式で物語を展開させている。マッカートニーはとても僕らしい曲。デスモンドとモリーという実在しないカップルに関するファンタジーだからね。僕は名前にも力を入れている。デスモンドというのはとてもカリブっぽい名前だと語っている。デスモンドは レゲエのデスモンドデッカーに由来している。タイトル及び歌詞に登場する、オブラディー、オブラダというフレーズは、マッカートニーの知人である、ナイジェリア人のコンガ奏者、ジミー・スコットがよく口にしていたフレーズを流用したもの。マッカートニーは、ジミーとは、よく、ロンドンのクラブで顔を合わせていた。会うたびに彼は、オブラディ、オブラダ、ライフゴーズオン、ブラと口にしていた。 後でそのお礼代わりに小切手を送った。曲は全部僕が書いて、一切彼の助けは借りてないけど、あれは彼の言い回しだったからと語っている。なお、スコットは著作権をもとに、マッカートニーに金銭を要求したが、マッカートニーはこれを拒否し、後にある事件で、スコットが逮捕された際に、マッカートニーが多額の法定費用を負担するのと引き換えに。 金銭の要求を取りやめたというエピソードも残っている。インドからの帰国後、1968年5月に、ビートルズのメンバーは、イーシャーにあるジョージ・ハリスンの自宅に集まった。ハリスンの自宅では、次のアルバムのセッションに向けた、デモ音源が27曲録音され、オブラディ、オブラダもそのうちの1曲だった。デモ音源は、マッカートニーのアコースティックギターの弾き語りとなっている。 1968年7月3日に EMI スタジオの第二スタジオでレコーディングが開始された。最初のセッションでは7テイク録音され、いずれのテイクもアコースティックギターを主体としたアレンジとなっている。なお、セッション途中ではエヴァリーブラザーズのバイバイラブが短く演奏された。7月5日にレコーディングされたテイク5では、 トラック323 3本のサクソフォーンとスコットが叩く、コンガがオーバーダビングされた。同日の夜にトラック2にピッコロがレコーディングされたが、後にアコースティックギターで弾いたベースのパートが追加された際に消去された。これについてマッカートニーは僕らのトリックの一つにアコースティックギターのレベルを思いっきり上げてレコーディングするという手法があった。 そうすると、メーターの針はずっと赤に触れたままで、弾くたびに思いっきりそっちに揺れて、アコースティックがエレクトリックみたいな音で帰ってくるんだ。と言っても歪みすぎることなく、オリジナルの音をいい具合にいじってくれて、ホットな音にしてくれるんだと語っている。7月8日に、新たなアレンジでのレコーディングが開始された。この日のセッションで、ジョン・レノンはピアノにスイッチしており、マッカートニーは、 ピアノの前に座った途端、ジョンはブルービート風のイントロを弾いた。そのおかげで僕らも刺激を受けて、曲全体がガラリと雰囲気を変えた。スタジオで僕ら二人が飛びっきりの時間を過ごしたのを覚えていると振り返っている。この日にレコーディングされた中からテイク12がベストとされ、別の4トラックレコーダーにリダクションされた後、トラック3と4にボーカルが加えられて、 テイク13となった。しかし、この日のセッション終了後にラフミックスを受け取って聞き直したマッカートニーは翌日のセッションで再びリメイクすることを決めた。7月9日に新たなベーシックトラックがレコーディングされた。この日のテープボックスには曲名の後にリリメイクと表記され、再びレコーディングをする際にレノンはみんな失敗しないでくれ。と懇願し、そのまま ドイツ語でカウントを取った。テイク21のトラック1にドラムス、アコースティックギター、ピアノ、トラック2に音を歪ませた、アコースティックギターで弾いたベースのパートとスネアドラム、トラック3と4に、ボーカルが録音された。しかし、ここで、前日のベーシックトラックの方が、出来が良かったと判断され、前日のテイクを4トラックにまとめたミックスが、テイク22として作成され、 テープをコピーして、テーク23が作成された。7月11日にサクソフォン、ベース、パーカッション、リードボーカルとバッキングボーカルが録音された。本作のボーカルの録音に際して、プロデューサーのジョージ・マーティンがマッカートニーに対して、歌唱法に関する提案をしたが、マッカートニーが、 だったらこっちに来て歌ってみろよと返した。このやりとりを見たエンジニアのジェフ・エメリックが、クライ・ベイビー・クライのレコーディング途中で帰ってしまったというエピソードが残っている。なお、4番のバースにて、デズモンドとモリーが逆になり、モリーが子供たちと一緒に市場で働き、デズモンドが化粧をしてバンドで歌うと歌われているが、これはマッカートニーが間違って逆に歌ってしまい、 取り直そうとしたところレノンが、この方が面白いと発言してそのままにしたと言われている。同じく、ザ・ビートルズに、収録のハリスン作のサボイ・トラッフルには、ウィー・オールのオブ・ラ・ディブラだ、バッド・キャン・ニュ・ショー・ミー・ウェア・ユー・アーというフレーズがある。音楽ジャーナリストのロバート・フォンテノットは、レノンと同様に、ハリスンも本作を嫌っていることから、マッカートニーの歌に対する、 ハリスンなりの意見と見ている。1976年にアメリカで発売されたシングル版のピクチャースリーブオブラディ・オブラダは1968年11月22日にオリジナルアルバムザ・ビートルズの AM4、MM、曲目に収録された。ホワイル・マイ・ギター・ジェントリー・ウィープスとともにアルバムで人気の高い楽曲の一つとされており、マッカートニーは この2曲をシングルとして発売することを望んでいたが他のメンバーによって拒否されたため当時のイギリスやアメリカではシングルカットされることはなかった一方で日本、ドイツ、フランス、イタリア、オランダなどの国では1969年にシングルカットされた解散から6年後の1976年にアメリカでもジュリアとのカップリングで発売された 1996年に発売されたザ・ビートルズ・アンソロジー3にはスコットがコンガで参加したテイク5が収録され2018年に発売されたザ・ビートルズ・スーパー・デラックス・エディションの CD3 にはハリスンの自宅でレコーディングされたデモ音源 CD4 にはテイク3が収録された本作は2009年にマッカートニーが行った ヨーロッパツアーのハンブルク公演で初めてライブ演奏された。以降、2012年のクイーンズダイヤモンドジュビリー、コンサート、2013年から2015年にかけて行われたアウトゼアーツアーのサンフランシスコ公演、2016年から2017年にかけて行われたワンオンワンツアー、2018年のグランドセントラル駅でのライブでも演奏された。オブラディ、 オブラダは1968年から1969年にかけてドイツ、オーストラリア、スイス、オーストラリア、日本のシングルチャートで第1位を獲得し、1969年にレノンとマッカートニーは本作でアイバーノベロ賞を受賞した。レコードは5万枚超の売り上げを記録し、ゴールドディスクの対象ともなった。レコードミラー氏は アルバムの中で最も軽快で、最高のトラックと評し、楽曲中のピアノとドラムスのサウンドを称賛し、ニューヨークタイムズのニックコーンは、偽物のウエストインディーズ。オリジナルに負けていて、チンプに聞こえると評した。レノンも、ポールのおばあちゃんソングと酷評している。2004年にインターネット上で行われた、50ワーストソングズエヴーという投票において1位を獲得した一方で、 2019年にドイツのマックス・プランク研究所は1958年から1991年までに発表された700曲で使用されている8万通りの異なるコード進行を対象に機械を駆使してその直前に使用されているコードと比較していかに驚きをもたらしているかを点数化する実験結果から本作が史上最も完璧なポップソングであると発表している 出展ビートルズがイギリスやアメリカでオブラディ、オブラダをシングルカットしなかったことから様々な国で本作のチャート入りを目標にカバーバージョンが制作された。そんな中、1968年11月にシングル版として発売されたマーマレードのカバーバージョンは前衛シングルチャートで第1位を獲得し、本作のカバーバージョンで最もヒットした作品となった。 マーマレードによるカバーバージョンはイギリスで約50万枚、1969年4月までに全世界で100万枚の売り上げを記録した。シングルのプロモーションのために出演した BBC1 のトップ・オブ・ザ・ポップスではメンバー5人のうち4人がキルトを着用し、イギリス生まれのドラマーはイギリス陸軍の制服を着用した。日本ではいくつか日本語詞でのカバーバージョンが存在する。 1969年にはザ・カーナビー・イッツがカバーした。カーナビー・イッツ版では主人公のデズモンドとモリーの名前がタロウと花子に痴漢されている。1974年には NHK のみんなの歌で取り上げられ、この時はフォーリーブスが歌った。ただし、フォーリーブスの歌唱版は未発売。フォーリーブス版のカバーで発売されているものには、 日本コロンビア版のモジョ&、ひまわりキッズが歌ったもの、高橋秀幸&、宮本かな子が歌ったもの、ポニーキャニオン版の吉村国夫杉並児童、合唱団が歌ったもの、日本クラウン版のクラウン少女合唱団が歌ったもの、ビクターエンタテインメント版の田中誠二が歌ったもの、ボニージャックスが歌ったものなどがある。 なお再放送は1975年10月から11月のみだったが、みんなの歌発掘プロジェクトで映像が提供され、2012年のみんなの歌発掘スペシャルで37年ぶりに再放送、そして2013年4月6日と5月4日、放送のみんなの歌リクエストでも再放送。1975年の第26回 NHK 紅白歌合戦では、 相良直美が歌った。歌詞は紅白歌合戦用の独自の日本語詞であった。また、フォーリーブス版では最後の一節がカットされており他のカバーでも省かれていることが多い。1988年にはアースシェイカーがビートルズのトリビュートアルバム抱きしめたいでカバーした。ありがとうございます。